ラダック。ラダックは、インドのジャンムーカシミール州東部の地方の故障。抗議にはザンスカール及び、現在パキスタンの支配下となっているバルティスターンを含む、ヒマラヤ山脈とカラコルム山脈に挟まれた一帯を指し、カシミールの東側半分以上を占める。かつては、ラダック王国という独立した仏教国であったが、19世紀にカシミールの半王国に併合された。 現在では行政区画の名称としては使用されていない。中華人民共和国との国境に接し、アフガニスタン北部にも近い。中国が実効支配する悪災人も、かつてはラダックの支配下であった。チベット文化圏に属するラダックは、よく小チベットと称され、チベット仏教の中心地の一つとして有名である。文化大革命で破壊された中華人民共和国の チベット自治区よりも古い文化がよく残っていると言われる。特にマンダラ美術の集積はチベットをしのぐとされる。中心都市は例。ラダックにおける人の痕跡は青銅器時代まで遡ることができる。その頃に掘られたと思われる岩面彫刻から当時の人々が中央アジアの草原から来た狩猟民族であることが推測されている。この狩猟民族は今でも カザフスタンや東トルキスタンに住んでいる、主要民族と先祖を同じくすると考えられている。また、次の移住者としてやってきたが、先住民と混ざる、あるいは入れ替わる前、チベットビルマ語族がこの時代、この地域に住んでいた可能性もある。初期仏教は少なくとも、紀元前2世紀には、ラダックに伝播したと思われる。クシャン朝時代の仏教遺跡も見出される。 初期仏教はこの地域へ経てさらに東へ伝わっていく。7世紀、チベットのトバン王国がシャンシュン王国を併合、ラダックと西ヒマラヤ地方を支配し、チベット民族が定着していく。8世紀になると、チベットから流入した仏教が再び盛んになる。841年にトバンが滅亡すると、842年に中央チベットの豪族であったキデニマゴン、スコヨッ ドルダナナイイマ、マゴン、ンキュードナイマガンガを建国したと伝わる。17世紀には、バルティスターン王国と同盟を結び、王の治世下に最盛期を迎えた。ザンスカールを支配下に収め、1630年には、西チベットのグゲ王国を滅ぼした。1684年、チベットのダライラマ政府、ガンデンポタンと、紛争が起こった結果、旧グゲ王国領域をチベットへ割上され、 ラサに長考することを訳す。しかし、チベット本国とはその後も対立が続き、その間にカシミールの諸公が影響力を伸ばした。1822年、クルト・ラホール・キンナウルの連合がザンスカールを侵略し、1834年にはジャンムーのドーグラー・オーグラー・ブシングによって例が陥落、1840年にはバルティスタンのスカルでも陥落した。 祝王国の将軍ゾーラーワルシングが、ドーグラー兵を引き連れ、チベットに向けて侵攻したが、チベットは1842年に講和して、カシミール連合軍の侵入を阻止した、清シ・祝戦争。だが、1846年にはイギリスが介入した、第一次祝戦争の結果、グラーブシングの下で、イギリス植民地のジャンムカシミール藩王国。 1846年から1947年が成立し、ラダック王国とバルティスターン王国は、他のカシミール諸行と共に、反王国の一部として併合された。その後も、ラダックとバルティスターンの王家は、反王国内の一諸行として、一定の自治権を保持た。第二次世界大戦後、カシミール紛争に伴って、バルティスターンの大部分が、 パキスタンの実効支配地域、北方地域、ゲンギルギット・バルティスターン州と解消され、アクサイチン地方は中華人民共和国の実効支配下となった。協議のラダック地方とザンスカール地方がインド支配地域となり、例に置かれたラダック実地参観開発会議がこの地域の事実上の地方府となっている。このような激動の歴史にもかかわらず、インド連邦に対する 中世的な姿勢のおかげで、インド支配下のラダックは8世紀から続く文化的、宗教的な遺産を失わなかった。また、貴重なチベット文化、社会、建造物が残ったのは、中国の文化大革命の破壊から守られたことも一因である。国境紛争以来、ラダックは外国人立ち入り禁止地域となっていたが、1974年に、 ななっって、て外国人のの立ち入りがが放されれ以降、多くの旅行者がラダックを訪れるようになった。1999年、ラダックはヒマラヤ山脈とカラコルム山脈の間のインダス川源流域に位置し、インドで最も高い鉱山地帯の一つとなっている。歴史的に見ると、ラダックはいくつかの地域に分けられる。人口が最も多いのはインダス下流域である。 南にはさらに辺境のザンスカール地方が広がる。北側にはラダック山地が広がり、そこにアルカルドン峠を越えるとヌブラダニという地域が広がっている。この峠は標高5602メートルあり、自動車道世界最高地点である。さらに北方のアクサイチン地方は中国に実効支配されている。西にはスルダニが伸び、イスラム教徒が 多数派でラダックで2番目に重要な都市であるがある。パキスタンに実効支配されているスカル地方、旧バルティスターンの大部分は完全にイスラム勢力のにあるが、抗議ではこの地域もラダックに含まれる。ラダック以外のジャンムーカシミール州はイスラーム教が支配的だが、ラダックでは仏教、チベット仏教が支配的である。ただし、バルティスタンでは チベット民族でありながら、イスラムが信仰されている。ラダック中央部やザンスカールでも、バルティスタンに近いカルギリなど西部方面を中心に、かなりの数のイスラーム教徒も住んでいる。旧ラダック王国の時代にも、信仰の自由が認められていたため、レイやチョグラムサルにも古いムスリム寺院がある。ラダックには、多数のチベット仏教僧院、ゴンパがある。有名なゴンパとしては、 などがある。ダライラマの属する宗派である、ゲルク派のティクセゴンパは巨大で、近年その発展が目覚ましいものがあるが、代々の王族が、菩提寺とした、カギュ派のヘミスゴンパが一番の信仰を集めている。毎年七月頃に、ここで行われる、世中祭りは、観光客にも有名である。ゴンパでは、国際式のマンダラ、単価を数多く見ることができる。保存状態は、 外して良いとは言えないが、破壊を受けてはおらず、古い時代のマンダラも残存するなど手厚く、信仰されている。これらの仏教美術は、芸術的な価値も、また非常に高いものがある。近年、経年劣化による破損がひどいが、修復された壁画は、描写がいい加減で劣り、正確な保存、修復のための援助が期待される。仏教の信仰の厚さは、 ゴンパの数の多さからもよくわかる。通常ゴンパには五、六歳から出家し、僧となるための修行を行う。ゴンパの中には畑や小さな牧場が備わっているところもある。僧の地位は高く、食べることには困らないが、出身の家の裕福さによって、ゴンパ内での地位も影響を受けるというのが実情である。出家した僧の住居は、 ゴンパの近くに出身の家が負担して用意することが多い。ゴンパには僧の他に業務員のような人もおり、僧の身の回りの世話をしている。僧の再帯は認められておらず、農業生産性の低い、この地方の人口抑制手段であったとも言われる。中には、成人してからや老人になってから、自分から求めて出家する人もいるし、成人してから現続して結婚する者も,もある。 ラダックにも、ケシンラマ、トゥルク制度が息づいている。ほとんどの場合、ゴンパ自体は特に女人禁制ではない。インド政府は、伝統文化の保存を目指すため、ゴンパにおける少年への仏教教育を認めているが、同時に、英語や科学、数学などの教育も施すために、ゴンパ内には、学校が設けられ、創籍以外の教員も教えている。チベットでは、長僧が有名だが、 ラダックでは仮装が一般的である。ゴンパの近くや村の郊外に設置される非防止レンガでできたプルカンと呼ばれる四角い釜で死体が焼かれる。日本語を解するラダッキはしばしばプルカンのことを墓と訳して教えてくれるが、日本人が言う墓とは異なり仮装場と呼ぶのがふさわしい。裕福な家系は一族だけのプルカンを持っているようだ。 プルカンで焼いた後の遺界は集められて、高い峠で風に乗せて巻かれるか、あるいは大きな川、インダス川などへと流される。プルカン自体は、墓ではないものの、葬式の一年後など決まった時期にそう招いて、法要を行う場合もある。チベタンと同様に、ラダッキも魚を食べず、ラダッキからは、よく、一つの命を維持するためにより多くの命を奪う。 ことになるからであると説明を受けるが、異界を水に流すことによる宗教的な不上感も理由に含まれているように感じられる。また、ラダックには、ゴンパの他チベットに比べて、チョルテン、仏塔が非常に多く、チベットとの宗教観の違いが感じられる。古い王と、シェイヤ王と霊よりも西部には、石仏や、魔害仏、仏教の宣告画も見られるが、これらは、 チベット系のラダック人が残したものではない。チベット仏教が流星を誇る以前のアフガニスタンやカシミールの影響を受けた古い時代の仏教遺物である。シェイの王宮は大きな岩山の上に建てられ、岩にもカラフルな信言が刻まれているがこれらはチベット仏教の時代のものである。ただし、一番下にある戦国の仏画はより古い時代のもので、チベット仏教とは無関係だ。 カシミール問題のためジャンムーカシミール州は旅行者、立ち入り禁止となっている。しかし、インド政府はラダック地方に限り旅行を開放している。カシミール紛争対策のため、ジャンムーカシミール州には、インド政府からの補助金が大量に投入されている。しかしラダックでは、ジャンムーカシミール州の予算が十分配分されないことに不満を持ち、ラダック地方で、 独自の政策が行えるように運動を行ってきた。一時期には分離独立運動として危険視されたこともあったようだが、これらの運動は政府に認められて、現在はラダック実地参観開発会議という限定的な政府機関と議会が設立されて、独自の予算が配分されるようになった。現在独自の教科書選定など限定的な自地が認められている。ラダックは 仏教徒が多く過激な分離独立運動は見られないがカシミールに隣接している関係上、これは多分に怪獣政策の意味合いが含まれる。1970年代に入って外国人の入域が解放されてからは観光産業がそれまで農業による収入しかなかったラダックにとって重要な現金収入源となっている。特にヨーロッパからの観光客が多くトレッキングは 非常に人気が高い。中国との悪災人の国境紛争は一段落しているものの、近年外国への進出が目覚ましい中国の観光客は見られない。見られるのはわずかに台湾からの観光客である。現在でも悪災人に近い一部の地域などではの取得が必要であり、東部を中心に開放されていない地域も存在する。なお、農業は基本的に自給的で、 例外的に、チャンタンを中心とした、ラダック東部の高原地方で生産される、パシミナヤギの毛織物が特産品として有名である。例では、観光客は、本物のパシミナですよというものを売りからたくさん声をかけられることになるだろう。近年では、インド国内でも健康食品として需要が高まっている、ラダックに以前から自生するグミ科のシーベリー、シーバックソーン。 サジの生産に力が入れられている。例から西部を中心に、チュリと呼ばれる小型のアンズの生産も盛んで、聖火や寒火、殻の内部のアーモンドなどが、例の路上バザールで売られている。主な陸路は、カシミールのシュリーナガルからカルギリを通り、ゾジ峠を越えて、例に至るである。もう一つは高地を通るルートで、ヒマーチャルプラデーシュ州からに続く。校舎の道路は、 雪のため7月から9月までしか通れない。最近は断頭で5月初旬くらいから開くらしい。カシビール紛争がインド政府にこの陸路を開かせる気を起こさせたのは確実であり、多分に軍事的性格が強い。軍事的な目的のために意外に除雪、軍が行うは行き届いているようだ。例には空港が一つあり、ジ a ットエアウェイズ、インディアンエアラインズ、 キングフィッシャーが、デリー館とシュリーナガル館に就航している。ラダックは、近年、グローバル経済の進展に対抗する、カウンターデベロップメントの実践を目指す人たちから、注目されている。スウェーデン出身の言語学者、ヘレナ・ノバーク・ホッチは、ラダックが外国人に解放された1974年に、ドキュメンタリー映画の撮影メンバーとして入域してから、 一貫してこの地の伝統的な文化や自然、経済活動を守り、維持する活動を30年間にわたって続けてきた。その間ヘレナが設立した NPO は数多く、それらの団体は現在では、ラダック自身が活動を行っている。ヘレナ自身はイギリスに本部を置く環境保護 NPO、アイセックのメンバーで、現在もラダックで活動を続けている。ヘレナの著書、 懐かしい未来は日本語を含んで数十カ国語に訳され、環境や持続的社会に関心を持つ多くの読者に支持されている。ヘレナは2006年5月に日本に招聘され、4日間にわたって首都圏で講演活動を行った。また、ラダッキ自らが設立した作ルは、特にラダック人としてのアイデンティティをしっかり持ち、ラダックの未来を担う。 人材教育に力を入れている NPO で、ラダック実地参観開発会議の制定する、ラダック語の教科書編纂なども行っている。日本国内でラダックを支援する NPO には、ジュレ齢ラダックがあり、2004年から現地 NPO との交流、支援、ステディツアーなどを積極的に行っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。